ウラジーミルの生新女終身大聖堂。セルゲイ・プロクジンゴルスキーによって1912年に撮影されたカラー写真。クレムジンの生新女終身、大聖堂聖神女終身大聖堂は、生新女終身祭を記憶する、聖教会の大聖堂。ロシア語の前半部のカタカナによる転写から、ウスペンスキー大聖堂あるいは、ウスペンスキー寺院とも呼ばれる。これは、 英民を意味するロシア語に由来する。したがって、ロシア語に代表される、スラブ語圏とは別の言語系統圏に属する、聖教会である、グルジア聖教会、ルーマニア聖教会、ギリシャ聖教会などでは生信女修身大聖堂のことを、ウスペンスキー大聖堂とは呼ばす、精神女修信を表すおののの国語での表記を用いる。 世界各地に存在する同盟の大聖堂を下記の一覧に挙げる。大聖堂以外の修道院や通常の聖堂で生新助修身を記憶するもののごく一部も下記の一覧に若干掲載する。各国ごとに挙げる。国名を冠した政教解明の並びは五十音順。大聖堂ではない聖堂も含む。イタリ生産者聖セルギー大修道院内。 生信庄終身大聖堂の夜景多祖があれ時の、ヘルシンキの生信庄終身大聖堂。英語で用語が使い分けられている場合、ドーミションカテドラルは、聖教会の生信庄終身大聖堂を表すことが多く、アサンプションカテドラルはカトリック教会の聖母、希少天大聖堂を表すことが多い。しかしながら、両者を一括して、いずれかの故障で統一して用いている媒体もあって、 一概には言えないので注意が必要である。正確さを期すならば、当該聖堂がどの教派に属するのかを確認し、正教会の者には生信女修身大聖堂を、カトリック教会の者には、聖母非正天大聖堂の役号を当てるなどの配慮が必要である。ありがとうございます。